皆さんこんにちは。海外転売講師の黒沢敦史です。今回はそれなりに真面目なシリーズ続きとなります。今関東、私は東京都調布市に住んでいますが、東京都調布市周辺は台風がこれから来るみたいですね。私全然テレビとかニュースとか見ないので知らなかったんですけれども、生徒さんから台風近づいているんでくれぐれもお気をつけてくださいねって声をかけていただいて、初めて台風来るんだっていうことを気づきました。風強いなとか雨降ってきたなとは思ったんですけれども、台風が来てたとは知らなかったんですよね、あんまり。さて、前々回に成果を出すために乗り越えるべき5段階。まず調べない、調べても考えない、考えても選択しない、選択しても行動しない、行動しても集中しないについて話をさせていただいて、前回少し前に出したんですけれども、緩和球第19回として、昨日からやり始めた PUBG のゲーム実況をしながら物販について語ろうと努めた件っていう動画を出させていただきました。めちゃめちゃ厳しいシビアなことを話した後にいきなりゲームの実況をしながら物販について語るって、随分拍子抜けした方もいらっしゃると思うんですけれども、ゲームの中でもゲームの実況をしながらお話しさせていただいた通り、私自身も反省すべき点っていうのがあったなっていうふうに思ったので話をさせていただいたんですよね。そのゲームの実況の動画でちょっとあえて拍子抜けしていただこうかなって思ったんですよ。っていうのは、私自身も物販の世界に入ってもう何年も経ちました。講師を始めてからだと早15年以上になったわけですよね。で、19、20歳の時に一番最初に家庭教師とフリーランスの日本語教師を始めたっていうのが一番の最初、講師として働き始めた最初で、でその時から自分で当時は外国人の生徒さんっていうのを集客して、で口コミの大切さっていうのを知って、じゃあ口コミって何なんだろうなって追求し始めたら、それは決してね、何でしょう、やりましょうやりましょうってセールスをかけたりすることではなくて、自然に広がる当時の生徒さん、外国人の人たちの輪みたいなもの、なんか黒沢っていういい講師いるから紹介するよっていうので、どんどんお客さんを集めていったって経緯があるわけですね。でとにかくその当時からもう15年教師をやってきて、当然ながら一つ一つのプロフェッショナルだからこそ、その科目内しそのビジネスを教えていくっていう状況に至ったわけですね。 YouTube のコンサルタントっていうのも実はやってたことあるんですけれども、それも大体、まあ、一回コンサルタントとして受け持つってなると30万円とかかかってたわけですからね。結構な額はいただいて、プロフェッショナルとしてその YouTube でマーケティングを行うみたいなことも一時期やってきたんです。じゃあそのマーケティングの手法を今思いっきりこの動画に生かしているかと、この海外転売チャンネルに生かしているかというと、全く生かしてないんですよ。逆にそのマーケティングの手法を使わないで、自然にどんどんただ動画を発信していくっていうことを貫いてるわけですよね。理由は簡単で、繰り返しになりますが、セールスを行うとかクロージングを行うっていうのは不自然じゃないかなっていうふうに思って、やっぱりその方がご自身のタイミングでやりますっていう時がベストのタイミングだし、それがその人にとっても一番いい時期なんじゃないかと。それが人によっては今日ってこともあるかもしれないし、明日ってこともあるかもしれないけど、半年後でも1年後でもいいと思うんですよね。じゃあ半年後1年後やり始めたから物販で稼ぎにくくなってるかっていうことは、そんなことはなくって、物販っていうのはそもそも、まあ物々交換、縄文時代とかもっと前からね、例えば森に住んでいる人たちと海に住んでいる人たちが魚とキノコ交換したような時から始まって、その後は細かく話せばタリーズスティックっていうのが登場したとかね、細かいこと話すといろいろあるんですけれども、今は紙幣というもの、お金というもの、今も紙幣、特に中国だとキャッシュレスになってますから、みんなアリペイとかウィーチャットペイとかを使ってますしね、クレジットカードやってますから、基本的には紙幣のやり取りってよりは数字のやり取りになっているのはなりつつある。日本は結構そういうの遅れてますけれども、例えば韓国だともう何から何まで支払うのはクレジットカードですし、中国だと基本的にはスマホのアプリですからね。そこら辺やっぱり中国っていうのはある種閉ざされた国である。
閉ざされた国であるからこそその中で独自の発達を遂げた支払いシステムっていうのがすぐに広まっている。で、例えば三和人材市場っていう深圳の方にある、確か深圳だったと思うんですけれども、日雇い労働者の市場みたいなのがあって、市場というか市場があってね、求人募集しているような市場があって、でその周りにその日雇い労働者が宿泊するような安宿があるわけなんですよね。じゃあその安宿でどうやって宿泊するかっていうと、スマホをかざし合って QR コードをピッて読み取っていくら支払うと、これ WeChat Pay で支払っていくわけです。ドキュメンタリーなんか見てると NHK のその中で WeChat Pay でその宿主のおばちゃんと若い男の子ですね、大学出た後しっかりした仕事に就かずって、で日雇いの仕事をしながら、別にしっかりした仕事っていう定義も実は考えていくと深いというか、いろんな固定概念はあると思うんですけど、まあ俗に言うしっかりした仕事に就かず日雇いの仕事をしながらネットカフェでネトゲをしていると、お金がなくなったら1日2日働いてみたいなことを繰り返している、その2人がスマホでピピってお金を、まあ宿代を支払っている、受け取っているっていう状況なわけなんですよ。で、そういったキャッシュレスの、まあ、数字っていうのを、まあ、やり取りするこの現代社会において、我々っていうのが、まあ、結局のところ、まあ、日本は遅れてるとはいえね、その中で我々自身も自分たちがどんな状況になるのか、今後の状況はどうなるのかっていうのを考えて、おのおののね考え方に従って物販を始めた人たちだと思うんですね。まあ当然ですけれども、で私が今までの動画、前々回の動画もそうですけれども、反省した点っていうのは、人それぞれの目標があるっていうのが私少し霞んでたんじゃないかなって思って、私はバキバキの起業家志向なんですよね。で私なんかよりももちろん代行会社の豊田さんの方がバキバキの起業家実業家ですからね、もう何社も持っているわけですから。で、まあその豊田さんに比べたら2万センチぐらいなもんなんですけれども、私自身も一般的に見てみるともうバキバキの起業家なんですよね。仕事のため、ビジネスのためだったらお山の大将俺一人になっても自分自身のビジネスを展開することを優先するっていう人間だから、その人間がやっぱり発言するとさらって言ってることでも結構重かったりへこんだりしちゃう人がいるんじゃないかなっていうことにゲームをやりながら気づきました。まあゲームをやりながらっていうとすごく安っぽい気づきに聞こえるかもしれないですけれども、別にゲームじゃなくてもいいんですよ。何か新しいことを行うっていうのは非常に重圧を感じるものなんですね。どうしても辛くなったりしんどくなったり諦めたくなったり、でその際に私の動画を見て奮い立ってもう一度進めていただければなと思って、生徒さん向けに公開動画ですけれども、生徒さんに語りかけるつもりで話してたんですけれども、結構ね私の話ってバキバキにやりましょう感が出てるので、例えばちょっと副業レベルでやりたいとかいう人、実際生徒さんの半分以上は副業として物販を行っていく人なんですけれども、その人たちにはまあ重かったかなっていうふうに反省しました。ゲームを通して、やっぱりね、私も初めてのゲームをカチャカチャキーボードとマウスを使って操作しながらゲームをやってみるとですね、わからないことが多いし、あとそもそもそのゲームのサーバーの問題だとか少し話しましたけれども、思ってもいなかったことっていうのが出てくると、わってなっちゃうんですよ、やっぱり私自身も。でわってなった時にネット検索すれば見つかるよって私生徒に言ってた割には、私自身もネット検索って意外とそういう時にはしないで、どうすればいいだろうって立ち止まって考えちゃったりしたんですね。でその時にすごくハッとしたのは、私は物販に長けてるから、あ、そういうことはこうやってネット検索すればいいよって言っちゃいがちなんだけれども、じゃあそれをネットビジネスないし物販を始めて間もない人っていうのがどこまで、はい、じゃあネット検索すればいいんですね、わかりましたって言って円滑にネット検索できるかっていうと、なかなか難しいと思う。私が無意識にパッてページを見て、どの、例えばアーリーワンマンチャットの登録方法っていうのを検索したとしたら、バーって出てくるわけですね、検索結果が。その中で何を
どの記事を一番参考にすべきなのかって、私多分無意識で頭の中で自動的にファーって精査して、まあ、ちょっとクリックして一枚一枚ページ見てみるんだけど、そのページの構造とかね、どのぐらい説明書いてるかを瞬時に判断して、あ、この説明だったらわかりやすいとか、この説明はわかりにくいなとか、こいつやる気ないなとか、あ、こいつすごいやる気あるなっていうのはやっぱわかるわけですよ。講師やってるし、物販セラーだし、発信者でもあるわけですからね。で、そういう瞬時の判別っていうのは一般的に難しいから、情報を検索したところで立ち止まってしまうところはあるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、要するに私自身っていうのは結構厳しいことを平気で言っちゃうタイプなんですよね。逆言えばだからこそ中国の物販を行う際に、例えば中国の人ってすごい細かく指示するとそれはすごい的確に行うんですよ。だから私が OEM を行った時に、三原理の業者にこのバッグと同じもん作ってくれって言って、そのバッグのサンプルを渡しただけで、生地から何から全部探してきて、もうまるっきり同じものをさっさと作ったりとかできるわけですね。めちゃめちゃそういう言われたことを的確にこなす技術っていうのは中国の人めちゃめちゃあるんですよ。ただ例えば納期だとか作業だとか、そういったことっていうのはもうしつこいぐらいに、あれ、あの件どうなってるんだ、あれはどう進んでるんだとか、細かく指示しないと思ったようにいかないんです。そこはやっぱり日本人的な以心伝心の感覚じゃダメなんだなっていうのを目の当たりにすると思うし、そこに関しては日本人だとあんまりここはね、言うとかえって向こうが焦らせちゃうと困るからとか、怒らせちゃうと困るからって感覚あるんだけど、ワールドワイドなビジネスベースで言うと日本が特別なだけで、ジャパニーズスタンダードは実は通用しないんですよね、世界だと。だから中国人の業者に何かやるときっていうのは、あの件どうなってんだ、こうなってんだってしつこく私も言ったりとか、実は我々がしつこく言わなくても代行会社の人たちが一生懸命しつこく、あの件どうなってんだ、この件どうなってんだって言ってくれるわけですよね。だから実は我々が気づいてないところで、代行会社の方たちっていうのはめちゃめちゃ苦労されてるし、その代行会社を仕切ってる豊田さんもめちゃめちゃ我々が考えも及ばないような苦労をされてるわけですよね。お客さんが日本人で、で、現地で働いてるのは中国人で、で、業者も中国人ですから、やっぱりこの日本人のお客さんの要望と中国人の従業員のやり方と、あとは中国の業者の考え方、この3つの間でもうミックスサンドイッチ状態になっちゃってると思うんですよ。その中で円滑に進んでいくっていうのは、私自身がやっぱり広州行ったりとか、 WeChat でも毎日毎日いろんな人たちと、中国人の人たちとやり取りをしてたりとか、その中ですごく私は感じてるんですけどね。だからやっぱりそこでもうなかなか一般の人たちには伝わりにくいと思うんだけどもね、セラーの人でさえやっぱりどうしても我々日本人にとって常識的なことっていうのは押し付けがちなんだけども、そこと中国のギャップっていうのが実はすごくある。そのギャップをうまくやってくっていうのはどんだけ大変なんだろうなって私はすごく思うんですよね。だからそういうところも含めてビジネスっていうのはワールドワイドに考えていけば考えていくほど、日本人的な感覚のまま進んでいこうとするとダメだし、従業員的な感覚のまま進んでいこうとするとダメだし、やっぱり依存的な感覚のまま進んでいくといけないっていうのは、これは確かに言えることではあるんですね。だから甘いんじゃねえぞぐらいの感覚で私はよくいろいろと申し上げてるんですが、それが結果的にシビアすぎたりとか、きつすぎたりとか、ただでさえ困ってるのに自分で考えなさいって言われてると思って、八方塞がりになってしまったと、八方塞がりになっているような感覚に陥ってしまう人っていうのも、やっぱりいるんじゃないかなって思うんですね。私強いから言葉がね、それは、場合によっては、まあ、言い方悪いですけど、凹ませてでも、真実を伝えて、起業家として芽生えさせるみたいな感覚をやってるんですけど、それってある種、まあひどいってことはないと思うんですけど、きつい部分っていうのはあったんじゃないかなっていうのを思って、私自身、やっぱりそこは自省反省、自戒すべきことなんだなって、実況しながら、ゲームの実況しながらね、ちょっとした、まあ、拍子抜けした方も繰り返しになるんですが、いたかもしれないですけれども、ああいう動画を出しながら、あ、黒沢、
こんなところもあるんだっていうのを、まあ、理解していただき、いただければなと思って、あの動画を、ゲームやって間もないド下手な、まだやったこともないゲームの実況動画流すなんて恥ずかしいですよ。他のゲームだったらうまく、もうめちゃめちゃかっこよく動いたりできるゲームも、デッドバイデイライトとかだとあるわけですからね。でもそれをお伝えすることで何かしら、うん、怪獣作ってわけじゃないんだけれども、皆さんにとってそんな私崇高でも何でもないですよと、どちらかというと世俗的だし卑近だし泥すすって地面這いずり回ってるようなタイプの人間ではありますからね。だからそんな崇高な人間だって思わないでいただきたいし、そんなにすごいすごいって思わないでいただきたいんですよね。中国の友人と昨日もやり取りしてたんですけれども、私はあなたを崇拝しますっていうふうに言われてたりとか、尊敬しますとか言われてるんですよね、言われちゃうんですよね。で、理由は簡単で、私 WeChat の投稿だと、まあベース弾いたりとかピアノ弾いたりだとか、あとは生徒さんといついつ伺いますだとか、ビジネスを展開するために最近香港に行きたいと思ってますとか、ちょっとそのビジネス寄りのこととか自分のアピールみたいなものばっかりを投稿するんです、わざと。それはなんでかっていうと、中国業者の人たちに、まあ、こいつと取引するのはすごく有益だっていうのを思ってもらうために、まあ、要するに1ミリ精神っていうのを発揮してね、自分の得意とするベースの演奏をバーって出したと思ったら、今度は私語学得意なんで、ジョーキエロ系、エスディアル、エスパニョール、オートラベース、コンミ、プロフェソーラ、で、メヒコとかね、スペイン語で話してみたりとか、あとは、メレトレジャナチャタクン、アプセビルクルクシフィとか、ヒンディー語ね、もう勉強したんで、そういうの話したりしたと思ったら、I would like to keep on studying English and I would like to think very 何も思い浮かばなくなっちゃった。まあ、とにかく英語で話してみたりとか、そういうことを出してるから、あ、この人すごい、この人すごい優秀だ、この人はすごいビジネスマンだっていうのを、やっぱ業者にアピールしようと思って書いてたら、一般の友達もなんか私、そういうもので、そういうところしかないみたいな、あなたは完璧すぎるとか、そういうことを言われちゃうようになっちゃって、なんかそれもそれでなんか違うような、まあそういうことを戦略として投稿で出してたんだから合ってるような気がしてたんですけれども、こういった動画に関しても、まあ、わちゃくちゃ話してしまいましたけれども、やっぱり、海外転売のチャンネルっていう特性上、私自身って別に自分の裏と表みたいなものがあるわけじゃないので、思ったことを口にしてバカバカ話してしまうんだけれども、それは場合によっては世俗的じゃないことも言ってると、もうバキバキ起業家ワードっていうのも平気で言ってるわけですね。それは当然私がそう思ってるから言ってるんだけれども、結果的にそれが皆さんにとって重くなりすぎちゃって、要するに物販やり始めた人にとって、やっぱり講師っていうのは、まあ唯一、ほぼ唯一すがれる相手ではあると思うんですよね。で、その講師が変に遠い存在に感じてしまったりとか、なんか質問したら怒られるんじゃないかって思ったりされてしまうと、それはそれでやっぱり私がその人の目をね、図らずしもを潰してしまう結果になる。せっかくやろうと思ってたんだけど、わかんないことあった、わかんないことがあったんだけど、黒沢が成果を出すために乗り越えるべきなのは、まず調べない、調べても考えない、考えても選択しない、選択しても行動しない、行動しても集中しない、この段階を乗り越えなきゃあかんですよみたいなことを言われちゃうとね、やっぱりじゃあ黒沢講師にも相談できないって言って頭抱えて一人で悩んでしまったりとかする方っていうのもいらっしゃる。結局起業家として引き上げますっていうのは、もちろん私自身がそうだから、皆さんにもそういうのを目指してる人にはなってほしいなってあるんだけれども、やっぱり私にとって一番悲しいなって思っちゃうのは、せっかく始めたのに諦めちゃうってことなんですよね。で、諦めちゃったりとか立ち止まっちゃったりとか、やっぱ自分にはきつすぎるって思われちゃうんですよね。で、たまたま本日もそういった関係のね、あのメッセージっていうのをいただいたんですけれど、別にだからこの動画出してるっていうわけじゃなくって、私が今ね気づいていない方でも、私が厳しく言いすぎてしまっていて、それが結果的に依存する気はないんだけど、前向きに進むんだけれども、
もうどこにもすがるものがなくなってしまって、で、本当に自分で考えて調べてもわかんないことってわかんないし、一番最初のテストマーケティングを行う前っていうのは、やっぱり不安でいっぱいだし、そこでもうちょっと頼ってもいいんだよってところに関しても頼れずに孤立してしまう。せっかくコンサルティングを行ってるのに孤立してしまうっていう状況になってしまうとすれば、それは私の、あの言葉の足らない、言葉足らずだった部分もあるし、至らなかった部分でもあると思うんですね。だから、今回はそれなりに真面目なの中でね、今までバキバキな、物販とはセラーとはプロセラーとはみたいなことを言ってたんですけれども、今回私が反省した点、自省した点っていうのを話をさせていただきました。まあわちゃくちゃわちゃくちゃずっと話してしまったんですけれども、やっぱり一番っていうのはその生徒さんが実績を出すこと、出し続けることなんですよね。そこのポイントに関して私自身もね、いろいろガガガっていうことはありますよ。怒るとかその情動的に頭ごなしに何か言うなんてことはないですけれども、自分自身はその人のためを思って言っても、その人の捉え方がやっぱり人によって違ったりするから、まあ、そこは難しいところではあるんですけれどもね、ベースとしてはやっぱり皆さんが実績出るように、大変だなって思うことある、しんどいなって思うことがあれば進んでいただく。ただしやっぱり何でもすぐ分からなかったらすぐ聞いちゃう、すぐ聞いちゃうっていう、その段階っていうのはステップアップして乗り越えていかないと、6ヶ月経った後、これはこれで6ヶ月ずっと私はその人のことをね、自分で歩けば歩けるところを私が代わりに歩いちゃって、結果的に足腰がね、骨と皮だけのような状況、物販的にですよ、物販的には骨と皮だけの状況になってしまって、6ヶ月間進んだんだけども、その後もう何も日もさっちも進まなくて滑落してしまうっていう、それもそれでよろしくないから、そういう状況にならないようにっていう方に意識を向けすぎてた面もあるのかなと思いまして、皆さん特に生徒さん、まあ、今後もよろしくお願いしますっていう気持ちと、何かありましたらね、その際っていうのはやっぱり最後にすがれる場所でありたいと思うし、その時はまあすがりやすい人間でありたいと思いますから、私自身起業家バリバリ崇高でな人間ってね、まあ、起業家バリバリなのは確かなんですけれども、崇高すぎてとかね、こういうこと言ったら怒られるんじゃないかって思って、やっぱり自分の中で塞ぎ込んでしまったりとか、抱え込みすぎてしまって進まなくなってしまいそうになりつつある方がもしいらっしゃいましたら、気軽に愚痴でも構いませんから、各自チャットワーク生徒さんであればつながっていますからね、そちらで私に連絡していただければなと思います。珍しく終始優しいことばっかり言ってましたけれども、きつい、なんだろうな、厳しいことを言ってるわけでも蹴落としてるわけでもないんですが、言葉って強いですからね、起業家の言葉っていうか、まあ、バリバリな考え方持ってる人間の言葉って強いので、それがある意味ね、恐怖に感じられてしまったり、威圧に感じられてしまうこともあるんじゃないかなと思いましたので、今回このような動画撮らさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。